選挙演説するエーベルト・フリードリヒ・エーベルトはドイツの政治家。バイマル共和国で初代大統領を務めた同盟人物の息子。ドイツ民主共和国では東ベルリン市長や国家評議会議長代行を務めたドイツ社会民主党の政治家。フリードリヒ・エーベルトの息子としてブレーメンに生まれる。1909年から印刷者の徒弟として修行を積む。1910年。 SPD の青年組織である社会主義労働青年団に加入し、1913年に SPD に入党。1915年から兵士として第一次世界大戦に従軍。兄二人は戦死し、自身も負傷した。バイマル共和制時代は、党関係の新聞社で働き、特にブランデンブルクアンデアハーフェルで発行されていた SPD 系の ブランデンブルク新聞での勤務が長かった。地方議員を経て、1928年から1933年まで、ドイツ国会議員、ナチスが政権を獲得した1933年、違法な政治活動という罪状により、懲役8ヶ月の判決を受け、強制収容所に入れられた。1939年に、ドイツ国防軍に徴兵され、1940年からは、 出版長勤務となった。1945年の第2次世界大戦終結まで警察の監視下に置かれていた。終戦後、ソビエト連邦軍の占領下にあったブランデンブルク州で SPD の地区代表に選出された。ソビエト連邦の圧力でソ連軍占領地域の SPD とドイツ共産党が合同し、ドイツ社会主義統一党が成立すると、 SED の中央委員会委員に選出。1948年にベルリン市長のエルンストロイターがソ連の影響力を避けるため市政府を西側占領地域に移転すると直ちに東ベルリン市政府を組織、市長に就任し1967年まで在職した。翌1949年ドイツ民主共和国の成立に伴い人民議会議員に選出されるともに SED 中央委員会政治局員にも選出。1960年から国家評議会議員となる。1971年からは国家評議会副議長、SED 議員団団長となり、1973年にバルター・ウルブリヒト議長が死去した時は公認にビリー・シュトフが選出されるまで一時的に臨時議長を務めた。人民議会ではしばしば議長代理を務めた。 1979年にベルリンで死去し、同志フリードリヒスフェルで中央墓地にある社会主義者墓地に埋葬されたカール・マルクス勲章、祖国功労勲章、諸国民友好勲章を受賞。1967年の東ベルリン市長退任時にベルリン市名誉市民となるが、ドイツ再統一後の1992年に取り消された。ありがとうございます。